はい、どうもこんばんは、ハドです。お盆休みも終わってしまってもう数日経過してますけども、いやー、お盆ボケというかね、また早く休みになんねえかなっていうね、ダメサラリーマンの、私でございますが、休み中にね、英雄伝説ね、まあ、本当できればクリアしたいなとかって思ってたんだけど、まあ、プレイしなきゃ終わんないわな。一日だけね、一気にガーってやってみたんだけど、うん、疲れちゃったんだよね。なんだっけな。そうそうそう、こいつがすっとぼけてるんだっけ。あれ、それはもう終わったか。今、何をするところでしたっけかね。鍵は手に入れたんだっけ。あ、鍵は手に入れたよね。それはとっくに終わってるな。あれ、何するんだっけ。です。今回はね、前回の続き、王様がね、さらわれちゃったってことで、なんか情報をね、仕入れにやってきましたけれども、そっか、機嫌が悪いんだね。あー、酒がなくなっちゃったと。最近船長の機嫌が悪くて、すぐに怒り出すんだ。酒があれば機嫌が良くて何でもしてくれるんだけどな。シーラスはどうだった？あの魚は光るものを見ると片っ端から飲み込んじまうんだ。だから腹の中からスプーンやコインが出てくるのさ。まあ俺たちにはいい小遣い稼ぎになるけどな。また捕まえたら食わしてやるよ。用がねえならさっさと出ててくれ。俺は忙しいんだ。まあ、つまり、酒がないんで荒れてると。バスポコ、てめえら博打なんかやってんじゃねえ。まあ荒れてますと。じゃあ地図を見よっか。あれ、どこだっけ。セリス、あ、そうだそうだ、思い出した。ヨルドの町の、ちょっと下側の南側の方ですね。ここに行こうっていう話だったですね。行きましょう。よし、ここで酒を手に、おお、オークホーン、ギルモアの星は持ってきたか。え、何の話。まだだ、フラート王は無事だろうな。あ、そっか、そういう話なのか。グズグズしていると食っちまうぞ。あれ、そっか、船長のお酒はまだでしたね。ギルモアの星なぁ。あれ、でもギルモアの星、あ、そっかそっか。どうしたらいいんだろうな。今の
今のでやっとはっきり思い出したぞ。宝石だよな。あるか。今話を整理するとですね、一応まあ王様がまあ誘拐されてセリスの町で、ギルモアの星っていうのを持ってこいっていう話になってる。でそのギルモアの星ってのを手に入れるには黄金の鍵だっけが必要で、黄金の鍵自体も返してもらえない状態だけど、王家のその紋章が入ってる石をはめてみせればいいだろうという話なんだけど、その石自体を返してもらえない状態で船長がまあ荒れてると。で、セリスに酒場があるって話だったけど、セリス自体にモンスターが立てこもってるから、どうしたらいいんだろうね。参りましたね。どうしたらいいんだろう。よし、まあとりあえずナッシュに戻ってみる。なんかどっかでお酒手に入れるんじゃないのかな。なんかないかな。リストン伯爵様は兵士たちを連れて今まで取り立てた兵士の返しに来ました。返しに行ったのは知ってるんだけど、あ、そっか。なんか買い物してこう、ついでにね。銀の剣、銀の剣、銀の鎧。ちょっと今どうなってんだっけ。装備。銀の鎧、銀の剣。そっか。そしたら、リュナン、そうですね、ユナンとゲールがちょっと低すぎるね。よし、わかりました。盾を2個買おう。まだお金あるな。金の剣。鎧にしとくかな。よし。とにかく食らうからね。いらんものを処分すれば他にも何か買えるかな。聖なる杖って聖なる杖は1個しかないか。よし、そしてただ銀の鎧がもう一個買えるな。あれ？あ。
とりあえず買い物できたから無駄足ではなかったけど、あ、そっか。こっちなんか、話進展がないかな。いつになったら化け物がいなくなるのだろう。まあ、何もしなきゃね、いなくならない。いなくならなくはない。いなくならないですよ。わしはリストン様に呼ばれて来ておるのじゃ。あなた方にも呪文を授けよう。そうですね。サクと。あ、持ってるな。サクタス。サクタス。髪の整髪料じゃない、なんだっけ。増毛剤じゃないか。なんかサクセスってあったよね。どうしよう。なんか1ばっかりだけど、でも MP がすぐなくなっちゃうんだよね。フラムさん、イグナさん、ヒュールさん。いや。いらないでーす。どうすっかいねー。お酒手に入んないといけないのかなと思ったけど、なんかそういうわけじゃないのかな。何しろ行ったり来たりがね、めんどくさいんだよな。この洞窟なんだっけ？あれ？あそこまだ行けないのか？いや、行けるな。王家の墓。ああ、あそこにあるんだろうけど、鍵がないからな。バーバラのとこに行ってみるか。おっと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 。してるのかな。まあ、もしこれでダメなら海賊のとこにまた戻って話しかけてないやつのとこに行くしかないかな。経験値美味しくない。わわ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 。ダメやね。やっぱ関係なかったか。
船長が突然爆釣やっちゃいけないって言い出したんだ。ひでえよな。ほら、向こうに一人寝込んでるやつがいるんだけど、船長に思いっきり殴られたんだぜ。本当にひでえよな。え、やっぱ関係あったんだ、あれ。船長が突然爆釣やっちゃいけないって言い出したんだ。そうですね。どこで寝込んでるんだ。用がねえなら、さっさと帰れ。その寝込んでるやつの話を。どこだ？あ、こっちか、ベッドだから。あ、いたいたいた。いやあ、あんたたちか。あんたたち船長を怒らせるようなことをしただろう。ただでさえ酒がなくてイライラしているのに。おかげで俺は八つ当たりされてこのざまだよ。ああ、痛え。ごめんなさいね。私たちのせいでひどいことをされたみたいね。普段のソニアからは想像もつかない猫撫で声を出しました。え、いいんですよ。そうだ。いいことを教えてあげましょう。あの船長いつも、俺には怖いものはないなんて言ってますけど、実はあるんです。なんだと思います？お袋さんなんですよ。いつもはふんぞり返っているくせに、お袋さんが来たときは、それはそれはおろおろしちゃって、お袋さんには絶対逆らえないみたいですよ。まあ、そうなの？その船長のお母様のこと、もっと教えてくださらない？いいですよ。お袋さんの名はミラルダ、ミラルダ。船長が親分になる前は、ミラルダさんが仕切っていたんだ。それはすごい海賊でしたぜ。男祭りなんてものじゃねえ。ありゃ本当に女なのかって、みんなで話してたくらいですから。それが、10年ほど前に突然引退して、今はアムダの北の一軒家に、一人で住んでます。どうもありがとう。それじゃ、お大事にね。なるほどっすね。そういうことだったんか。はい、話進展がありましたね。今回、かなりね、ちょっと戦闘が続いて時間を取られてしまいましたけども、なので、今回はね、カットが多かったんじゃないかと思います。まだ当然編集前だからちょっとわかんないですけど、今の話ですと、アムダの北の方？アムダってどこだよ？アムダ、アムダ。ヤムダ？え？あ、バーバラ？あ、ま、ちょ、バーバラさん？あ、こちらに。もう一回話聞かせてくんね？名前は今言った？あ、ミラルダか。ミラルダって言ったよね。ミラルダ。アムダの北の一軒家。アムダの北の一軒家。ああ、マップ見たらありました、ミラルダの家。はいはい、一回行ったな。オッケー、わかりました。はい。とね、次行くべきところはわかりました。やっぱり、ここだったんでね、海賊の街だったんだね。そっか、今回ちょっとかなり時間もね、無駄にしてしまいましたけど、まあでもそのおかげでね、レベルも上がったし、装備もある程度、は、慎重できたんで、まあ、よしとしますか。じゃあ、次回は、その、船長のおっかさんのところに、行って、ちょっとね、呼んで、なんとか、宝石を返してもらえるように、しましょう。はい、じゃあ、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。はい、次回の、ドラスレの英雄伝説の動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。